はい、手のひら、ゆがどん、もみのき、ひかるです。はい、皆様どうも、ごきげんよう。何やろ、今の。はい、本日はですね、うん、まあ、最近私がちょっとあさこさん熱にちょっと落ちているということも、そうよ、あさこさん熱に落ちているあさこさんに落ちている、うん、っていうこともございまして、はい、私がねすごい、うんうん、昔から好きなショーが一つございまして、あさこ様の、はい、それを今日はご紹介したいなと思います。はい、レビューオブドリームスズスススイエーイ。そう、瀬名純様と綾野花美様のお披露目公演のショーなんですけれども、はいはい、大好きで、そうよね、もうぜひ皆様に見ていただきたいショーの一つで、結構見込んだらしいね、うん、結構見込んでますね、はい、夜中に見てましたね、私は、うん、まだその時ちょっとお休みしている、お休み期間中ですね、で瀬名純さんの全盛期を見れないんですよ、うん、私、あら残念だわ残念です、本当、でもそういう方にこそぜひお伝えしたいというのがこの作品でございまして、本当にね、まずショーのね、はい、およろしいところは、はい、プロローグがテンションが上がるというところなんですよ。めっちゃ上がりました。上がるよね、めっちゃ上がりました。で、歌もね、うん、やっぱ聞いたことあった、あ、レビューオブドリーム、そう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 、うん、いいよね、いい、ちょっと戦隊ものチックというか、お衣装とかもそういう、ちょっと攻めてる感じの、そうそうそう、で、うん、まあ、もちろんあさこ様から始まるんですけれども、いいよ、ちょっとイケイケなかっこいい感じで、はい、ね、楽しいよね、楽しかった。だからさ、ちょっとさ、手のひらさん大好きなジュビレーションとかさ、テイクオフとか、ああいうのにちょっと通ずる感じがしない？そうそう、似てる似てるね、うん、似てる、うん、あれもほんとまずね、プロローグテンション上がるんですよ。そうね、以前もしかしたら私どこかでお伝えしたかもしれないですけれども、はいはい、途中で綾野かなみさんがこうね、はい、出ていらっしゃるんですけど、はい、星のきらめく夜はがもうね、そこからの娘役さんの一連の流れが私はもう一番テンション上がるんですよ。わかる、いいよね、よかった、私も好きだった、ね、うん、急に曲調が変わるんですよ。 そう、うん、そこがね、もういいね、うん、じゃじゃんじゃじゃん、そう、じゃんじゃ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 じゃんくるくるくるみたいなね、あるんですけどそこが好きすぎるね、うん、よかったわ、いいよね、うん、今2番手に桐谷博文さんいらっしゃって、はい、大沢優希さんいらっしゃってっていう三角形で、もうね、そこが私またテンション上がったでしょ、優希さんファンですしね、もうすごいテンション上がった。ちょっと3番手時代の優希さんもいいでしょ、いい、とってもいい、本当にやっぱかっこいいよねって言いながらずっと見てたんですけどね、さっき2人で、うん、でまあ、プロローグもあのテンションですけど、そのプロローグ終わりにね、うん、あさこ様がお一人で銀鏡で歌われるんですけど、そうです、歌ってましたね、うん、あの時のあさこ様の客席の釣り方が半端ないんですよもうね、え、釣り方ですか、釣り方、いやだってさもうね、その辺その辺のお客さん釣っていくんですよ、順番にこうバン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 ってあんなんさ、こう帰り際にさ一回客席降りるするんですよ、で降りてこう戻り際に戻るんかなと思ったら振り返って話はしないって、なんかすごい下手くそやった指さされてね、ずっとね、そんなんされるんですよ、あぶないな、あれはあれは危険よ、いやいや、ほんと危険、しかも皆様ご存知ですよね、あのあさこ様の色気、はい、あれでこの距離まで来られるんですよ降りてきて話はしないもうね、見てるだけでこっちがポッてなるんですよ、ほんまやね、もうだからね、ほんといい、素敵、いいよね、なんか喋りながら顔赤いでいやもうなんか想像したらねポッてなりますもん、お前な、大好きね、その後は桐谷博文さんの場面がちょっと、うん、あ、そうそう、ジャジーなね、うん、ああいう場面も大好きなんですよ、いいですね、あの、うん、ボーラー帽にこういう、はい、サスペンダーみたいな、サスペンダー、うん、今バンドって言われました、サスペンダーよバンドってなんやねん、シンプルなお衣装でね、シンプルなお衣装でちょっとジャジーに踊るみたいな、はい、あの場面もやっぱキリアさんめちゃくちゃダンスもお上手やから、めちゃくちゃお上手、あの軽やかな感じがすっごいいいんですよね、うん、はい、うん、で私は結構その後の場面もすごい好きで、はい、あの朝子様と夕日様がブルーのお衣装を着て、はいはい、綾野かなみ様がピンクのお衣装を着てっていう、ちょっとなんか、まあ、ちょっと不思議な場面というか、はいはい、あるんですけど、うん、その時の娘役様のね、はい、皆様のかつらが結構個性的で、はいはい、それをね一人一人見るだけでも結構、あ、なんかこうツンツンなってたりするやつ、なんかねピンクのなんかドーンって乗っかって、はい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 、すごいみんなそれぞれにちょっと個性
的なカツラで、なるほど、なんかつなぎのピンクのパンツみたいなみたいなのが履かれてるんですけど、うんうん、すごいそれが楽しくて、なるほど、そういうのも見ていただけると、ね、でその後朝子様がね、あのソロで踊られるんですけど、はい、その時がね、後ろに星球みたいな星のバッグで、うんうん、このジョーゼットがね、上にチュルンって上がって、うん、その三日月みたいなねセットになるんですよ、はい、そのジョーゼットが。へー、それがすごい私はね印象的で、でその前で朝子様がもう一人でとにかく踊りになられるっていう、へー、シンプルな白のシャツみたいな感じで、そこの場面がすごい好き。でやっぱりお披露目やから朝子さんね、うんうん、ドーンっていう、そうよね、ドーン、朝子さんドーンお一人でっていうね、すごい好きね。そうや、まあ、あと言うたら中詰めも好きなんですけど、全部好きなんですよ、全部好きなんよね。いや中詰めはね、はい、何がいいって、うん、あの朝子様の俺様が見れるんですよ。それも分かりました。分かったでしょ。分かった分かった。まああの、うん、男役群舞とかもめちゃくちゃかっこいいんですけど、うんうんうん、あの途中で綾野かなみ様とまたお二人になられるでしょ。はいはい、曲調変わって、はい、でその時になんかこう自分が綾野かなみさんを引き寄せといて、はい、綾野かなみさんがこうペロってきたら、うん、みたいなこうもう見もせずに手を弾くみたいな、そういう俺様具合のね振り付けがあるんですよ。そこが消えてしまう。大好物や。大好物。私あそこだけ何回巻き戻してみたかっていう。めっちゃいいんですよ。最高です。あそこ見てなみたいな感じで言ってたもんな。うん、こっからこっから。こっからで、ね。いや、なかなかあそこまでさ、うん、俺様の人もさ、そうね、うん。いなかったからさ。うんうん、いや、とてもいいのよ。なんかさ、やっぱり瀬名純さんって、うん、男っぽいよね。男っぽい本当に、うん、女のかけらがない、ね、ないよね、うん、いい意味でいい意味で、ね、それね、うん、うん、よくわかりました。あれは肩幅もございますしね、瀬名様といえば。そうだから、お衣装がやっぱりね、うん、着こなしっていうんですか、美しいよね、美しい、崩れないっていうか、塩ビとかでも絶対崩れないですもんね。そうめちゃくちゃ綺麗、うんうん、あの対比のバランスがね、そうすごいよ、美しかったわ。あと私、あの砂漠の場面も大好きでございまして。そうなの、うん、砂漠の場面ね、はい、最初愛の要様のね、お歌が素晴らしいんですよ、はい、本当にあの方なんかあの流れるように歌われる、本当よね。そしてあの高い音から低いちょっと血を這うような声質まで、はい、うん、もう自在に歌われる感じが、うん、すっごい素敵やなと思って、その砂漠の場面の私、愛の要様のカツラ髪飾りも、はい、トータルで好きなんですよ、お衣装。めっちゃ素敵ね。前の要様がその砂漠のせいなのか、うん、そういう感じで、うんうんうん、まあ、そこに砂漠にやってきた、うん、あれソルジャー、何なんでしょうね、まあ、あの兵隊、うんうん、兵隊みたいな人が、まあ、砂漠の まみれてみたいな、ちょっとそういうストーリー性のある話なんですけどね。あの青いお衣装の時はね、そう紫っぽい、ここぐるって巻いて、ね、うんうん、銃持って旅してきた戦士みたいな人たちが砂漠で迷うみたいな感じでね、あの場面も大好きなんですよ、ね、でもフィナーレナンバーはさ、もう娘役様だけのお歌の場面もあるでしょ、はい、もちろん絵の神様をねセンターにして娘役さんが踊ってっていう祝女ドレスで、あの時もキャッキャ言ってたよね、キャッキャ言ってる、ね、大好き、私綾野かなみさん大好きなんですよ。そうよね、大好きよね、かわいいよね、うん、私もかわいいと思いましたよ。でしょ、はい、って言ってたのがやっぱりしなる、うん、しなる、うん、いや本当娘役さんらしい娘役さんで、そうグイって言ってました、言ってたよね、はい、で腕とかも綺麗にこう綺麗ね、なびくっていうか、本当にね、もちろんあの男役さんの群舞のね最高やね、最高です、フィナーレナンバー。なんかちょっとオラオラ、やっぱ朝子さんがセンターだとちょっとオラオラ感がすっごいあって、はい、ね、朝子さんってやっぱり群舞の男役群舞の時も、うん、男役の中で踊る時も素敵やけど、うん、娘役さんの中も素敵でさ、どっちも合うよね、どっちも合うよね、うん、あのどっちにしても男らしさが前面に出るというか、そう、そうね、大好き、うん、でもちろん最後はデュエットダンスで素敵やったわ。いいよね、あのデュエットダンスもね。私言うたらなんか距離感がいいってさ、やっぱ朝子さんとかなみさんのさ、うん、なんかお互いがこう寄り添ってる感じ、うん、
もうめちゃくちゃ出てた。なんかやっぱ心が通じ合ってないとさ、はい、なかなかあの入れないこの領域みたいなある、はい、あるじゃない、はいはい、なんかそれがカチンってハマってくださってるから見てても気持ちいいというか幸せになるよね。なるよね。いやでもね、踊ってるお二人が幸せそうなんですよね。本当それを見てファンはもうただただ幸せになるっていう。本当やね。うん、うん、もう本当話を大好きなんですよ。かなみさんがさ、瀬名さん見る目線とかがすごく素敵やった、うん、でなんかニコって笑われるでしょ。そういいよね。そう、なんかかなみさんも結構表情がいろいろ変わるので、そうよね、そういうのも見ててすっごいなんかいいなって思いますし、素敵やったわ。いやなんかすごいお二人の話を中心にしましたけれども、うんうん、もちろんね、あの本当他の方たちもね、ほら越野龍様とか、越野龍様のね、うん、プロローグの、うん、あの髪型がすごかったですよ。すごかったすごかったんですよ。あれちょっとチェックしていただきたい、うん、結構あの結構な勢いで、うん、でもレビューオブドリームズ結構皆さんも髪型が ね、 そうね、あのいろいろ個性出してらっしゃって、うん、あのこういうスネ夫みたいなやつとか、そうね、いろいろしてますよね。で美智子さんの若い時とかね。ねえ美智子さんもね、ほんとかっこいいよ ね、 ねやっぱりダンス綺麗わって思いながら、そう、うん、ねえ、ロケットボーイではね、あの清浄海斗さんがロケットボーイされてたりとか、マギーさんね、うん、なんかね見どころ結構いっぱいあります。あったあった。今見てもやっぱりね、すごいワクワクする、なんか楽しいショーなので、やっぱプロローグって大事やね。大事大事、ね、はい、入りって大事やね、はい、それはすごいまた再実感改めて思ったというか、うん、もうテンションは爆上がりでしたね、うん、はい、はい、そんな、瀬名純様のお披露目公演、はい、レビューオブドリームズ、はい、よかったらあのぜひご覧になってください。はい、それではテナイダー優雅ともみの木ひかるでございました。はい、皆様どうもありがとうございました。瀬名純さんすごいわ。かっこいい、色気色気すごかった。皆さんやられてください。